テレト。秋の味覚として親しまれているサンマが歴史的な不漁となりました。全国サンマ棒受け網漁業協同組合は2020年の全国のサンマの水揚げ量が1年前に比べて 27% 減の 29,566 トンであったと発表しました。組合に記録が残る中で最低となった2019年をさらに大きく下回り、歴史的不漁に直面しています。サンマが減った主な要因としては、太平洋の沖合で餌が重なるマイワシの分布が広がっていることや、海流や海水温の変化、中国や台湾による操業の活発化などの影響が指摘されています。